はい、皆さんこんにちは、月です。今日もご視聴くださいまして本当にありがとうございます。はい、今日じゃなかった、昨日までですね、1週間ほど雨が本当続いてました。作業はその前に晴れてた合間にですね、もう3本ずつ3本ずつ撮ったりとかして、もう雨に備えて撮影してたんですけど、もう雨の間も編集なんかをしつつ過ごしておりました。ようやく晴れ間ですね、もう今日まで動画願ったがっちゅうところだったんで助かりました。で、雨上がりです。やっぱ春草がですね、すごい伸びてます。なんで今日はこの通路のところと、まあ、竹やぶんちょっと中の方ね、少し枯れればいいかなと思ってます。で、再生だけ狩りをした時にやっぱね、地面をから浮かせて、あんま無駄ぶかしせずっていう狩り方をしたら燃料がめちゃくちゃ持ったっていうのを実感しましたので、無駄にね、ギューってこすりつけたりしないように、いつもここはナイロンコードでやるんですけども、今日もこの設置狩り燃費悪くなるであろう設置狩りですが、まあ、ちょっとね、自分なりに工夫しながら枯れればいいかなと思ってます。もう安全第一です。できる範囲でやっていきたいと思いますので、よかったらお付き合いよろしくお願いします。ここで頑張ります。はい、こんな感じですね。もうめっちゃ伸びてるとかっていうよりも、なんかこう密度が高い感じ。もうこんなのがね、だくるぶし足首ぐらいの高さのやつがもうモフモフと生えてきております。なんで、まあ、こっちはね整備したから、竹やぶ前のところがからチップソーでもだいぶ刈りやすいんじゃないかな。なんとかなると思う。できるような、できる範囲でやろう。一番向こう目標やな。
かな。こっちはね、竹がいっぱい落ちてるから、やっぱキックバックすごいしますね。あと噛む。やっぱっちね、ナイロンコードじゃないと、こっちのエリアは厳しいかな。はい。はい、今日前エリアも綺麗になりました。この辺りにですね、こっからこっちをね、整備した竹やぶ前からこっちの方、昔小屋があったところとか、廃墟の前のあたり、やっぱちっちゃい竹株がですね、隠れてたり、まあ、根元で切ってても少し高さが残ってたりして、結構チプソがカツンってかんだりするのが怖かったね。あとはこの際のところやね、瓶類は、原価全然かんかね。前々かね、分かっちゃったことなんですけど、まあでも、前の、壊れたね、小屋が前にあった時の草刈りと比べると、断然違う。チップ層で枯れるようなエリアじゃなかったから、いいんじゃないかな。当初目標としてたところよりも手前で終わってしまったので、なんか物足りなさはあるんですけど、また行けるよって感じ、枯れるよっていう感じなんですけど、まあでもちょっと状況的にチップ層じゃちょっと難しいかなっていうふうに思いました。全然枯れるんですけど、やっぱ多分ね、下手すと葉が曲がっちゃうんじゃないかなっていうぐらい、隠れてるところにね、チャキンチャキンって当たっちゃったね。だから、なんだっけ、ナイロンコードでね、また改めてチャレンジしようと思います。まだ庭先もね、ブルーベリーのところも伸びてはいるんですけど、多分このチップ層だと、ちょっとやっぱ反ってるから、なんか刈りたいところが刈れないのね。春草結構こう地面にペタってひっついてるのが多いから、こう地面からこうバシバシって当ててからないと、ナイロンコードとかで。あとなかなか綺麗にね、枯れた感じがしないので、もう少し寝かせたいと思います。あと、日本動画、なんすかね。どうしたもんじゃろかい。まあいいや、とりあえず今日はこれで終わりにしたいと思います。また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。